村内です。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども、このアーキタイプを使ってみようと思います。主人公が装備してますトリックスターですね。ジンテーゼが強ければこれ使えるんじゃないかなと思うんですよ。ジンテーゼフリージャグリングとミラクルサーカスショーですね、2つとも MP 消費がゼロなんですよ。でしかも、万能の全体攻撃、これが使えれば相当強いと思うんですよね。まあ、とりあえず、どれぐらいのダメージ与えれるのか試してみましょう。それではですね、ダメージを測る前に基準となるダメージを、見ておきたいと思います。これを基準にしますね。タイクーンのゴールデンソルジャー、まあ、これはお金を消費するやつなんですけども、同じく MP を消費しないスキルです。これと同じぐらいダメージが出れば相当強いと思うんだけどね。この技めちゃくちゃ強いです。MP なし、お金なしで、まあ、同等だったら相当強いんですけども。あーなるほど、まあ3000クリティカルで、まあ、4000ぐらい、まあ、それぐらいのダメージですね。はい、ではトリックスターで攻撃してみましょう。どれぐらい変わるでしょうね。まずは2つあるんだよね。フリージャグリングとミラクルサーカスショー。うん、フリージャグリングだったらアイコン1つ、まあまあ1つ軽減してるんですけどね、1つで。ミラクルサーカスショーはちょっと多めに使うんだよね。あ、でもジャグリングは小ダメージでサーカスショーは特大ダメージだ。はあ、それぐらい違うのね。まずはジャグリング見ましょう。ジャグリング、全力でいくよ。あーなるほど、まあ、まあまあ小ダメージだからね。小ダメージなのでこれぐらいか。ゴールデンソルジャーの半分以下のダメージですね。ちょっとこれじゃあ使いにくいかな。ではサーカスショーはさすがに同じぐらいいくでしょう。アイコン2つ使うからね。アイコン2つ使う、でも MP 消費はゼロ。これが強ければ本当に使える。さっきのジャグリングが1200ぐらい。あー、まあ倍ぐらいのダメージは出るけど、ゴールデンソルジャーの方が強いか。あー、消費2でこれだとちょっと考えますね。ちょっと待ってください。これ装備があった。今ね、このジョーカーナイフっていうやつを装備してたんですけども、これを、これ、道化王の探検、これにすると、消費 MP0 のジンテーゼの威力が大幅アップ。うん。MP0 のジンテーゼって言ったらば、もうあの2つしかないですよね。あれの威力が大幅。あ、これをつけて、完成っていう感じじゃないですか。ではまずジャグリングからいきましょう。いやいや、ジャグリングじゃそんな火力は出ないだろう。まあまあ見てみましょう。さっきが、1200ぐらいでした。1200でゴールデンソルジャーが2800ぐらい与えるんだよね。1200のダメージが しょっぱいな。1200が1500とか、まあ、若干上がる感じですね。まあお金も MP も消費しないでこのダメージなので、まあ悪くはないのか。でサーカスショーの方はさっきが2500ぐらいだったんで、あ、これはさすがにゴールデンソルジャーよりダメージ上がるわ。間違いなくこれ上がるでしょう。3200とかいくんじゃない。
おお、いや、強い。ゴールデンソルジャーで2800だったのが3900、まあまあ4000ぐらい。あ、はい。あ、なるほどね。これ装備次第です。うん。専用の装備をつければ、ミラクルサーカス、これ、すごい使える。あー、なるほどっすね。トリックスターとか、道化関係は使ってこなかったんですけども、この道化王の探検以外にも、ジェスターナイフ、ジンテーゼの威力アップのやつがあります。なので、まあ、これをつけて、運用するような、アーキタイプなんでしょうね。うん。でも、これをつけたところで、やっぱりタイクーンの、お金消費3倍にしてダメージを上げるやつ、あれには及ばないかな。まあ、でも、MP0 でお金も0なんだから、まあ、それは仕方ないですよね。でも、十分な火力は出ると思います。で、これもちょっと気になる。ジョーカーナイフ、最強武器なんですけども、ランダム効果のスキルの結果が良くなる。うん。ラッキースラッシュ、道化のいたずらで、いい効果が出やすくなる。なんですよね。で、そのスキルっていうのが、じゃあ全然使ったことなかったんだけども、これだね。ランダムにプレスアイコンが増減する。だから、増加する方が出やすくなるっていうことでしょ。うん。で、ラッキースラッシュも、威力がランダムに変化するダメージなんで、すごく上がりやすくなる。あ、これ、使いやすくない？まあ、これ MP 消費えぐいけどね。えぐいけど、なんか使えそうな気がします。ちょっと使ってみます。どれぐらいアイコンが増えるんだろうね。さすがに一つとかじゃないよね。あ、でも一つ増えるだけでも全然すごいか。攻撃までして、で、さらに増えるんだからね。これならどうだ。お、3つ増えたぞ。え、嘘。こんな技あった。ちょっと待って、これ永久に攻撃できない。これが最善だ。この力で。ちょっと待って、これおかしい。これ永久コンボできるじゃん。いや、これすごいな。ちょっと待って、今まで使ってきてなかったですけども、あ、これ最強キャラ、うん、の一角だ。間違いない。 MP は確かにものすごい消費するのよ。消費するんだけども、このアイコンの増やし方は、これやばい。これすごいぞ。え、まだ増える。ああ、まあ失うこともあるんだ。ああ、でも高確率で増えるっていうことね。高確率で増える。ああ、それならいいや。 MP あんだけ使うからね。はい、ということで今日はトリックスターを使ってみたんですけども、いや、トリックスターこれやばいかもしれない。まだちょっとね、使い方は考えきれてないんですけども、この道化のいたずらでアイコン増やして、永久に攻撃ができそうな気がしますね。おそらくだけども、いや、これ間違いないね。運に依存する。運が59なので、多分今の感じなんだけども、運を99まで上げると、おそらく毎回3以上増えたりするんじゃない。うん、おそらくこれね、運の数値によってだいぶ変わってくる気がするんですけどね。ちょっとこれ運99のトリックスターをこれ作ってみようかな。いや、これ本当にやばそう。うん、だし、まあ、ジンテーゼの、フリージャグリングとミラクルサーカス賞、まあ、MP0 であれだけのダメージを出せるっていうのは、すごくいいと思いますので、いや、ちょっと今後ね、このトリックスターの、最高の使い方っていうのを研究していきたいと思います。もしくは、何か
知ってる方がいらっしゃればコメント欄で教えてください。おそらく最強の一角になりそうな気がするんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。